マーク83はアメリカ合衆国が軍用に使う低抵抗汎用爆弾マーク80シリーズの一種である。アメリカ海軍の FA-18E スーパーホーネットに搭載された10発のマーク83爆弾本爆弾の名目上の重量は1000ポンドであるものの実用上の重量は新艦オプションや ビブの装備状況によって 447kg や 468kg と様々である。マーク83は流線形状の構成団体に 202kg のトリトナール高性能爆薬を内蔵する。PBXN-109 耐熱性爆薬を充填した場合、この爆弾はブル -110 と呼ばれる。マーク83ブル -110 は 多様な精密誘導兵器の弾頭として用いられ、この中には、グブー -16 ペーブー A2 レーザー、誘導爆弾、グブー3 2イダム、そして、クイックストライク機雷が含まれる。本爆弾は、アメリカ海軍が最も広く使っている。1967年に起きた、クーボ・ホレスタルの大火災事故の後、米海軍は、ウェポンシステム・イクスプロシブス。 セーフティレビューボードを組織した。この試験報告によれば、マーク83爆弾のコックオフに要する時間は約8分40秒とされた。ありがとうございます。